このチャンネルは映画についてうだうだと語るチャンネルです。第71回目は、ガメラリバースネタバレなし感想。ということで、今回は映画じゃないんですけども、9月7日にネットリックスで全世界一斉公開されました。 ガメラリバース全6話、ついさっき見終わりましたそれについてのネタバレなし感想をお話ししたいと思います一応ネタバレなし回なのでもしコメントを寄せていただく場合はネタバレなし感想のコメントでお願いいたしますあと平成ガメラ3部作について過去の動画で お話ししてますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、よければ覗いてみてください。あと一つ。X、旧 Twitter やってます。こちらの方も概要欄にリンク貼ってますので、よければフォローの方よろしくお願いいたします。それでは画面あります。ネタバレなし感想やっていきましょう。一応ネタバレなし で、お話ししたいと思いますけれどもホームページで発表されているくらいの内容には触れるかなと思いますのでまっさらな状態でご覧になりたいという方はここでこの YouTube のご視聴はやめてくださいただ一言だけ言いますと端的に言って最高でした昭和のガメラシリーズ平成3部作小さき勇者たちガメラの いいところを抽出して、現代の感覚で再定義したような内容になっていて本当最高でしたよ。セシタヒロキ監督っていうことなんですけども通称「アニゴジ」って呼ばれてる2017年から2018年にかけて公開されたアニメ映画版の「ゴジラね」ねこちらの監督さんなんですよね。 この兄ごじさん不作やねんけども SF に振り切った内容になっていてこういう切り口もあんねんなーっていう意味で面白かったんけども怪獣映画を期待して見に行ったらうんと思うところもあったりして兄ご好きなな人ちょっとごめんなさいね私も面白かったんですけども怪獣映画としてねもっと怪獣バトルを見せてくれよっていうような感想を 当時持ちましたので今回接した監督っていうことでちょっとそこが不安材料ではあったんですよごめんなさい謝ります心配は無料でした傑作シリーズでした1989年っていう時代設定なんですけども携帯電話やスマホみたいな便利な通信道具がない時代を 描きたいのかなと思ってたんですけども、なんで1989年かなと考えてみたら、1989年っていうのは、昭和から平成に移り変わった年なんですよね。だから、昭和ガメラと平成ガメラをまとめて引き受けるみたいな気合を感じたっていうか、まあ私の勝手な思い込みかもしれませんけども、 ガメラシリーズファンはもちろん、アメリカのレジェンダリー版ゴジラも含めたゴジラファンも見てほしい全怪獣ファンに見てほしいシリーズでした。特に昭和ガメラファンは必見ちゃうかな。というのも今作は自分のいるものとしてもすごく優れてるんねんけども12歳の子供たちの話やねんけども日本人の子供と外国人の子供の交流を描くっていうのは 昭和ガメラで育った世代にとってはすごい懐かしい感じがするよね。これは昭和のガメラシリーズが海外配給をする際に外国人の観客の目を意識して外国人の子供と日本人の子供を主役にするっていう背景があったみたいやねんけども今回ネットフリックスで世界配信するということで当時の 昭和画メらしいと同じように外国人の視聴者の目を意識したのかなぁとも取れて面白いシンクロかもしれんなぁと思いましたその子供たちを含め人間の演出についてはプレスコ方式っていう先に声優さんの声を取っておいてそれに合わせてリップシンクさせた作画を行うっていう作り方をしてるんやけども 予告編を見た段階では怪獣は良さそうやけども人間のキャラクターまで CG で表現するのはちょっと微妙かなとは思っててんけどもバッチしリップシンクしてるので CG 独特の違和和感は緩和されてたような気がします。その CG に関して言うと怪獣同士の戦いにはいかんなく発揮されてたよ。監督さんによると怪獣プロレスがしたかったそうなんよね。 それができるのであれば、この仕事を引き受けるっていう条件やったみたいやねんけども。ほんと、怪獣プロレスに真っ向から取り組んだ演出は素晴らしかったよ。CG アニメならではのダイナミックな動きがかっこよかったし、ガメラ、キャオス、ジャイガー、ジグラ、ギロン、バイラスね。それぞれ個性的な動きをしてて、被ることがなくってね。 今まで見たことないような怪獣アクションが展開されてまた怪獣映画の可能性が広がったんじゃないかなと思いましたその怪獣たちは動きもさることながらデザインもいいんよね最初デザイン側だけを見た時はうーんと思うような感想は持ってんけども実際動き回ってるところを見るとかっこいいんよね平成ガメラシリーズの敵怪獣っていうのは 特にレギオンに顕著やねんけどもいかに中にスーツアクターさんが入っているのを分からせないようなデザインを意識されてたと思うねんけども今回まさに CG アニメという特性を生かしてスーツアクターさんが入るという条件を省きつつ「でも入ってるかも」みたいな絶妙なところのデザインに落とし込んでるんよね。この辺りは本当とうまいなぁと感心しました。 ネタバレなしということでお話しできることが限られてくるので今回はこの辺りまでにしておきますただ現在作るガメラとしては最適外だったんちゃうかなと思えるのでもし見ようかどうかお悩みの方がいらっしゃればぜひともご視聴してみてくださいおすすめです次回はもう一回見てからネタバレあり感想で お話できたらなと思ってます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。佐々木大隊長に注目してご覧になれるのをお勧めします。